かつて日本郵船が南米西海岸航路で運行していた貨客船である。記録に残っている中では太平洋戦争で最も多くの魚雷を受けて撃沈された日本の商船である。南米西海岸航路は往路に中南米諸国への移民を輸送し、袋にチリの硝石や銅、コロンビアのコーヒー豆を輸送するための航路として開かれ、大正時代にはこの航路を 第二東洋汽船株式会社が独占していた。しかし、1926年3月に、第二東洋汽船が日本優先と合併すると、この航路の権利は日本優先に譲渡され、第二東洋汽船によって運行されていた、楽広島る銀洋丸、僕広島る暗洋丸の4隻も日本優先に譲渡された。しかし、1913年製の安洋丸は、 老朽化していたため、大体として一隻のみ船が新造されることになった。平広島ルを建造したのは、大阪鉄工所である。大阪鉄工所が、日本優先向けの船を建造するのは、明治時代以来で、入札の際には、政府の後押しもあったとされている。なお、平広島は、当初、福陽丸と命名されたが、完成前の7月に名を 平広島るに改めている。1929年10月5日、大阪鉄工所桜島工場で、平広島るの浸水式が取り行われた。平広島るの浸水式は、工場から味川側に向かって行われたのだが、平広島るの長さ140メートルに対して、川幅は247メートルであった。さらに、 平広島ロは河川に浸水する船の大きさとしては当時の国内新記録であったため式には日本郵船の社長や大阪市長をはじめ1万人近い観覧客が招かれた幸いにして式は無事挙行され翌日の新聞には浸水式の様子を写した航空写真が掲載された1930年4月19日 平広島るは大阪から神戸を経由して香港まで開港された。香港では米を積んだ後5月2日に出港し、文字、横浜、ホノルルなどを経て、6月3日にロサンゼルスに到着し、7月9日にはチリのバルパライソ港に到着した。日本郵船は乗客のほとんどを占める三島旅客へのサービス工場を目指し、 平広島るルには立派なダイニングルームが作られ、居住区には4から12人用の客室が設けられた。これは、同時期のブラジル航路の3等先客居住区が、貨物層に置かれた組み立て式の2段寝台であったのに、比べるとかなりのサービス工場であった。その後も平イラ・ルは、香港や日本とチリの間を往復し続けた。1939年8月に、 最後のペルー移民を輸送した。1940年には、ペルーで発生したリマハイニッチ暴動事件で、壊滅的な被害を受け、日本に帰国を希望した54家族216名を、カヤオから横浜へ移送した。1941年6月22日の、神戸発を最後に、南米西岸航路が休行となった後は、日本の港に軽船されたままとなっていた。 香港文字神戸四日市横浜ホノルル、サンフランシスコロサンゼルスマンサニイジョサリマクルス、グアテマラコスタリカバルボアコロンビアエクアドル、カヤオイキケ、バルパライソ片道68日。1941年10月15日、ヒラ・ヒロシマルは海軍に徴用され、一般徴用船となる。ヒラ・ヒロシマルが海戦を前に徴用されたのは、貨物の積載能力が、 大型貨物船並みであるということと、戦争のスペースに余裕があったため居住スペースの拡大が可能であったためである。平広島ロの最初の任務は、マイズル第二特別陸戦隊の輸送であった。平広島ロは11月21日に、マイズルを出港し、11月26日に、サイパン、12月3日に、マーシャル諸島のルウォットに部隊を揚陸し、 その任務を完了した。日米海戦は日本に戻る途中であり、海戦後の平広島ロは、横須賀を拠点にサイパン、トラック、クエゼリン、ウォッゼなどの内内洋を中心に輸送任務を行い、時には、ウェイク島、カビエン、ラバウル、バナバ島などの外南洋への輸送任務も行った。1943年1月11日、平広島ロは、乗組員に114名、 トラック諸島の基地建設要員1753名、東京市の南方医門団11名の、計1878名と、食料や武器弾薬4000トンを乗せて、トラック島に向かって、横須賀を出港した。この時の航海は、護衛艦なしの単独航海であったため、平広島るは、平均15ノットの高速で航海し、見張り員を増員して、 潜水艦の監視に当たらせた。そのため航海は順調で、1月16日にサイパン沖を通過し、1月17日にはトラックの北約4 0 0トルの地点に差し掛かった。1月17日午後2時5分、厨房では入港祝いの石板が作られている最中、左源船主付近に米潜水艦ホエールが放った魚雷が命中した。 一本目の魚雷命中からすぐ二本目と三本目の魚雷が機関室に命中し、機関室から火災が発生しただけでなく、平広島のエンジンは完全に停止した。これを聞いた船長は、総引退船命令を出し、乗組員に救命艇の降下を命じた。乗組員はすぐに救命艇の降下作業を始めるが、その途中立て続けに三本の魚雷が、 左限の船体中央部から船尾にかけて命中した。この時の3本の魚雷は主に居住区に命中したために爆発の衝撃で多くの人が命を落としただけでなく左限側の救命艇が全て使用不能となってしまった。このため残った救命艇は右舷側の発石のみとなったが乗組員は降下作業を続ける傍ら 甲板に咳上げてあった予備の救命いかだや木材などを海に投げ落とした。その後午後7時に、平広島るは左舷側に傾きつつ、船首を上にして沈没するが、乗組員の懸命の努力により、発隻の救命艇の降下作業は沈没前に完了した。平広島るからの脱出に成功した生存者たちは、 海中にいる人と救命艇やイカダに乗っている人とで助け合い、交代で救命艇やイカダに乗って体力の消耗を防いだり、乾板や飲み水を分け合った。しかし、最初は固まって行動していた生存者たちも、潮流のために散り散りとなり、浮遊物に捕まっていた人たちは海中に引きずり込まれた。遭難から4日目の1月20日朝、 平広島るからの救難信号を受けて、周辺海域を捜索していた海軍の飛行機のうちの一機が救命艇を発見し、翌1月21日には、貨物船浅山丸、あたけ丸と海軍の総海艇が現場に到着して救助を開始した。この救助作業により、乗組員70名と便乗車951名の計1021名が救助された。なお、 1>, 1月21日早朝に、平広島のものと思われる、救命艇が、ヤップ島に漂着した。艇内は無人であったが、衣服や、靴、救命不評や公開島などの公開用具などは、そのまま残っていた。このことは1943年2月23日付の高松宮日記にも記されている。ありがとうございます。